わっ、俺も部屋スラムだ。皆さん、沖縄県には行ったことがありますか？まあ、沖縄県の方も見ていると思いますけども、沖縄アリーナだったり海だったり、もう観光地めちゃくちゃいっぱいあって最高ですよね。今回の動画ではおすすめ本の紹介と、沖縄県に行った時とあるレジェンドコーチの方とお会いしました、そのエピソードをお楽しみいただきたいなと思います。特にコーチの皆さん、この本ご存知ですか？持っていますか？日本バスケの革命と言われた男、麻戸幸雄先生、こちらの方ですね。笑顔が素敵。注目したいのがですね、帯にですね、あのスラムダンク作者の井上雄彦氏のメッセージがあるっていうことですね。僕が高校生になる数年前にヘントラ旋風というのがあった。平均身長169センチの沖縄のヘントラ高校がインハイで3位になったんです。とても面白い存在で、だから沖縄がルーツで背の低いガードというキャラクターイメージは早い段階からありました。視聴していただいている皆さん、スラムダンクの映画ね、ご覧になったと思いますけども、宮城亮太主人公だったじゃないですか。沖縄で育ってたんですね。その宮城亮太のモデルは麻戸先生がいたからこそっていうのをご存知でした？なんと沖縄に行った際にですね、麻戸先生にお会いすることができました。めちゃくちゃ光栄。お会いした時のインタビューの様子、この後ですね、ぜひ皆さんにもご覧いただきたい、お楽しみいただきたいなと思います。沖縄現地の方でも、沖縄のバスケめちゃくちゃ熱いですよっていうぐらい熱いです。この麻戸先生とお会いした時に印象深かったのが、一言一言というか一文字一文字熱さをすごい感じましたし、バスケ愛情熱がすごかったです。ちなみにみんなスラムダンクの話してましたけど、映画ご覧になりましたか？感想いかがですか？ヘントラ旋風を見て、はいはいはい、それでここに書いてある、それはびっくりした。あ、なるほど。エントランがなければまた違った結果になってた。宮城亮太は存在しない。なるほど。もっと前の話を、エントランっていうのは僕は能代工業行ったから、はいはい、そういうチームじゃない、はい、俺がね、学生の頃能代行かなきゃないんだよ。肩もないし、エントランもない、あ、来てくれたんですか、嬉しい。ところで、麻戸先生のインタビューをお楽しみいただきましたけども、スラムダンクといえば復活上映ということで、今2024年8月ですけども、まだ上映されています。で、その復活上映のイベントとして9月1日まで渋谷駅からすぐの TSUTAYA の方に行ってみてください。そのまま限定のムービーを見れたりとか、たくさんのグッズを買うこともできます。いろんな話してきましたけども、この本の見どころ、印象に残った話をですね、5つしていきたいなと思います。視聴者の皆さん必見です。まず1つ目、スラムダンク井上雄彦氏とのエピソードですね。先ほどもインタビューの話があったんですけども、こちらにも詳しく書かれていまして、1991年の夏インターハイの時に宿舎のホテルで僕に来客があった。そこには見知らぬ青年、週刊漫画誌でバスケ漫画を連載中の漫画家だという、その方が井上雄彦さんなんですけども、バスケットは日本であまり人気がなく、バスケ漫画を描いても売れないと言われています。だから自分がバスケ漫画を描いて、その面白さを伝え、バスケに人気に火をつけたいんですと言われた。そのチャタのチームについて参考にしていいですかと井上雄彦さんが尋ねてきたと。彼の真剣な態度と眼差しからバスケに対する強い情熱を感じた。何としてもやりたいという思いが伝わってきた。漫画を通してバスケを発展させようとしている方に協力しない手はない。もちろん喜んで、どうぞ参考にしてくださいと僕は答えた。スラムダンクのストーリーのルーツがこの麻戸先生のチームっていうことで、この話聞いただけでも鳥肌立ちません？2つ目の話です。名門能代工業を率いていた加藤博先生とのエピソードが深いっていうことですね。スラムダンクでいうと山王工業のモデルが秋田県の能代工業高校じゃないですか。強豪校に作り上げていったのが加藤博先生という方なんですね。この麻戸先生が加藤博先生をめちゃくちゃリスペクトしているっていう話が出てくるんですけども、その中にですね、麻戸先生が沖縄から秋田県の能代工業に見学勉強しに行った話もですね、書かれています。勉強しに行った時に技術面を学ぶことばかりを考えていたことに心底恥ずかしくなっていた。人をその気にさせたら技術なんて後からどんどんついてくる。技術面より先にやる気に満ち溢れた集団を作ることが最も大事
事なんだ。これはコーチの皆さんもグッとくる話なんじゃないでしょうか。3つ目の話です。成功するコーチになるための5か条という話もあるんですけども、その中の一つ、笑われるくらいの目標を立てましょうということですね。僕が生まれたのは沖縄の田舎ですが、そういう場所で指導をするコーチにとって内向きの目標は成長を鈍らせてしまう。で、先ほど能代工業の話もありましたけども、打倒能代工業という目標を掲げていた。そういう高い目標を立てていたらインターハイ3位になれたりとか、なんと能代カップで能代工業を倒すこともできたそうです。笑われるくらいの大きな目標を持てば本当に大きなエネルギーを生むことができる。できない理由を探して言い訳をするのはかっこ悪い。大きな目標を立ててそれに向かって継続して取り組むことがコーチにとって大切なことだと思う。身に染みます。4つ目の話です。練習は腹八分で終わるべし。これはですね、選手のやる気を維持する指導法として書かれています。良い習慣を身につけるためには練習を繰り返しやって体に覚えさせることも必要。しかし同じメニューばかりをやっていると選手は退屈するし、手の抜き方も覚えてくる。同様のテーマの練習でも工夫が必要だと思う。加藤先生も言っていたけども、練習は長くやればいいというものではない。腹八分くらいで切り上げて次の練習が待ち遠しくなるような状況を作り出すことが理想だと思う、ということが書かれていますけども、指導者の皆さん、練習時間が限られているっていう悩みを持つ方もいると思うんですけども、腹八分で終わるっていう考え方は勉強になるんじゃないでしょうか。最後5つ目の話です。留学生がいるから勝てないというのは言い訳。小欲大を制すと能力向上のメリット。留学生がいるチームと戦うことについて僕は全く悲観しなかった。むしろサイズの大きな留学生が増え始めた時、留学生がいるチームと対戦することを毎回楽しみにしていた。どれだけ相手が高くても打つ手はあるし、そういうチームを倒すためにいろいろな策を考える。小欲大を制す。ヘントラ高校でバスケットコーチを始めた時から全国に挑む時は常にそういう状況だった。先日のインターハイでも男子を見るとベスト16以上は留学生がいないチームわずか2校だけです。ベスト8になると大堀さんだけ1校、他のチームは留学生がいるというですね、高校バスケ界構図になっております。自チームが上背がないというコーチの皆さん、あさと先生の話参考にしましょう。特に今の指導者たちに伝えたいのは、情熱や勤勉さをもっと持ってほしいということ。知らずは人に問えというモットーがあるように、もっと先輩たちからいろいろなノウハウを吸収しようと意識してほしい。自身も大学生の頃に能代工業加藤先生に会いに行って親交を深めるだけではなくて、能代カップへの賛成を自ら懇願して出場したり、全国の強豪を率いる監督たちから多くを学んできたつもりだ。実は沖縄に行って浅戸先生とお会いした夜にですね、懇親会の方に行かせていただきました。その時もですね、アメリカの名コーチジョン・ウッテン氏の話をしていただきながら、情熱勤勉、これについてですね、話をいただきました。ジョン・ウッテンって、あ、ジョンさん、はい、バスケやってて知らないはずもないでしょ。彼の成功のピラミッドって、ああ、そうでしょ。土台は何？勤勉。勤勉さ当たってるよ。はい、じゃあ右にあるの情熱じゃないか。情熱じゃない、当たり。情熱と勤勉さって神様は言ってんだよ。でもその根底には何があるか、人を教えるにあたって、ね、うんうん、あなたの根底は何？バスケも子供も大好きっていうことがシンプルにあるかなと、うん、大好きっていうのは愛。そう、愛だよ。愛ですか？愛情なの。物事の根底にはよ、愛情なの、はい、全ては愛情。ここがもう根底。あえてジョン・ウッテンは書いてないけど、根底は愛情。これ間違いない。先生ラブですね。まあよき。いや。浅戸先生もめちゃくちゃ大事にしている情熱勤勉、こちらですね、コーチの皆さん大切にしていきましょう。はい、ということで今回こちらの本とですね、浅戸先生の話をお楽しみいただけたでしょうか。200ページ以上、非常に面白い内容ばっかりで、教え子からのインタビューもあったりとか、ワールドカップ琉球ゴールデンキングスの話もあったり、盛りだくさんです。ちなみにですね、ヘントナ高校や茶壇高校の動画がですね、 YouTube の方上がっていますし、あと最近の浅戸先生の話が聞ける YouTube チャンネルもありました。そちらも含めて今回紹介していた話すべてですね、説明欄の方にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。今日の動画についてはこちらの本を読んだ方いましたら、感想の方コメント欄の方にですね、記載いただけたらなと思います。ごっつぁんです。こうやってね、来てもらえて最高だよ。こちらこそです。このことはね、何でもね、感動させないといけない。ケーキ。